皆さんこんばんは。あ、どうも。この第一ステージの曲はあのちびまる子ちゃんで有名なさくらももこさんの詩集丸虫帳が元になっていて、次のように始まります。すぐ丸くなる虫、すぐ転がる虫、すぐびっくりする虫、丸虫、丸虫、丸虫の帳面。どこか可愛らしい感じがしますね。それではまず2曲を演奏します。最初は言わない。あなたは言わないけれど、言わないことがよく伝わっています。そして2曲目は気持ち。優しい気持ちはふわふわしています。嬉しい気持ちは、さてどんな感じになるでしょうか。それではお楽しみください。次の3曲目は柔らかな思いです。言葉の記号で置き換えることのできない思いが世界中のいろんな人から流れ出します。続いていつかの私。
あなたが悲しいのが私にもわかるのは、いつかの私があなただった時があるから。では、2曲続けて演奏します。Thank you.
私はいつも見ていたよ。風が吹いて大変な日も、青空の中で気持ちよさそうにしていた日も、私が歌ったあの歌を覚えていてくれるかな。さあ次は大きい木を演奏します。皆さんの大切なことは何ですか？そしてどこにありますか？それではこのステージ最後の曲、全部を演奏します。